ボリス・デディチェブールは、ボリス・デディショブール1978年3月16日対、バールドワーズ・ケン・アンギャン・デパンで生まれた、元レーシングドライバーであり、現在のデリッチバーグマルチサーバス社長。デ,デリチェブールは、車の運転手としてのキャリアを開始し、12歳で、最初のカート競技に参加した。1994年に、フランスのカートで準優勝した後、彼は、 フォーミュラ3に進み、1998年にスパとバルセロナグランプリの表彰台を集めたフォーミュラ3000に進んだ。2000年、彼は GT でのキャリアを継続し、プチルマンで準優勝チームの世界チャンピオンになった。2000年から2003年の間に、彼はルマン24時間レースに3回参加した。2004に現役を引退、デリチェブルグループに参加し、 2004年から2006年まで、環境市会社内で様々な役職を歴任した。2006年、デリチェブールグループは、パナイポライサービスを買収し、デリッチバーグマルチサーバスとなった。その後、デリチェブールが局長になり、2008年に最終的に社長になりました。デリシュブールは、ハイレベルなスポーツでの豊富な経験に基づいて、競争力のある能力を活用して、 様々な企業家的アプローチを開発。彼は会社を再編し、新しい支援セクターを開発することで会社に新しい命を吹き込んだ。彼はフランス国内及び国際的に活動を拡大することを可能にする新しいモデルとサービスを求めて世界中を旅しています。デリチェブールはまたチーム内の多様性に大きな敬意を払い、違いが 現在の会社の大きな力を表していると考えている。そのため、デリチェブールの会社には112の国籍と規制を超える多くの障害を持つ従業員が活躍している。10年の間に会社は産業、サービスセクター、都市空間にソリューションを提案し、またその一時的な作業活動を通じて調達の専門家であり続けている。 持続的な成長の中で2019年に32,200人の従業員に対して8億5,800万ユーロの年間収益を生み出した。ドライバーボリス・デディショブール・キャリア・スタティスティックス・レーシング・レファレンス・インフォ。www.racing-reference.info.2018 年2月20日閲覧。 ボリス・デディッショ・ブール、エトラ・オート・ジデクティ・マボク・ウェイド・レイ・コーズ。www.lesechos.fr.2018 年2月20日閲覧。ありがとうございます。